クロード・バリュック・ジョゼフル・ルーシュは、フランス・パリ出身の映画監督、映画制作者である。パリ旧区のユダヤ系アルジェリア人の家庭に生まれる。1960年に、初の長編、デプロープルでロムを撮るが、クロード・ル・ルーシュという名を覚えておくといい。もう二度と聞くことはないだろうから、と、カイエ・デュー・シネマ氏に書かれるなど評論家からは酷評され、その後フィルムを破棄した。 その後も映画監督として活動しながら、PV の前身でもあるジュークボックスで描ける、スコピトン・スコピートンの監督として、ジャンヌ・モロー、クロード・ヌガロ、ジョニー・アリディ、ダリダ、クロード・フランソワらのシングル版の映像を量産する。彼が無名で、スポンサーがつかず自主制作した、1966年公開の、男と女で、カンヌ国際映画祭パルム・ドールとアカデミー。 外国語映画賞を受賞、ようやく日の目を浴びた。1968年の白い恋人たちは、同年のカンヌ国際映画祭で上映される予定であったが、この年の5月革命で映画祭自体が中止となった。また、映画自体は成功したものの、評論家の多くが5月革命の支持者で、ドゴール政権下のオリンピックという権威主義的と、見なされる題材を監督したために、 体制派というレッテルを長く貼られ、正当な評価を受けられない時期が続いた。40年後の2008年、第61回カンヌ、国際映画祭クラシック部門のオープニング作品として上映され、会場には、ルルーシュ本人も訪れた。一方で、自作以外の制作者としても活躍し、ジャンダニエル・ポレの移植作、SF 惑星の男、アリアーヌ・ムヌーシュキンの大作。 モリエールなども手掛けている。ありがとうございます。